カルロス・モンソンは、アルゼンチン出身の元プロボクサー。元 WBA、WBC 世界ミドル級統一王者。女遊びと家庭内暴力を繰り返す、快楽主義者で身勝手な性格。練習嫌いとも噂されていたが、リング上では強さを見せ、1970年代のパウンド・フォー・パウンド最強の一人とされた。1942年8月7日、 サンタフェに12人兄弟の8番目として生まれる。1963年2月6日、ラモン・モンテネグロを2回越して、プロデビューを飾る。1970年11月7日、ニのベンベヌチ22回小勝ちで、WBA ・ WBC 世界ミドル級王座ダッシュ。1971年5月に行われた初、防衛戦での再戦でも3回小勝ちで勝利。 その後も圧倒的な強さで初代世界スーパーウェルター級王者デニー・モイヤー、技巧派、ジャンクロード・ブーチェやトム・ボックス、強打者、ベニー・ブリスコやトニー・ムンリンといった一級の実力者を尻溶け、エミール・グリフィスやホセ・ナポレス、ロドリゴ・バルデスといった名選手もモンソンの群門に振った。百七十一年九月十五日、ウェルター級、ミドル級の二階級で、 世界王者となったエミール・グリフィスに14ティコク勝ちで2度目の防衛。1973年6月に行われた、再戦でも15回判定勝ちで7度目の防衛に成功。1973年、女遊びの激しかった、モンソンは妻に足を打たれ、7時間の大手術を受けた。1974年2月9日、WBA、WBC 世界ウェルター級王者。 オセナポレスの挑戦を受け、ナナピコ勝ちで9度目の防衛に成功。1975年、結婚していたが、アルゼンチンの女優スサナヒメネスと公然と浮気をするようになる。妻への家庭内暴力とスキャンダルを記事するパパラッチを入院が必要なほど、ひどく殴り何度も訴えられ、妻と離婚をすると、次第にヒメネスにも手を挙げるようになった。 1976年6月26日、WBC がモンソンからタイトル剥奪後、WBC 王者となっていたロドリゴ・バルデスと統一戦を行い、15R 判定勝ちで13度目の防衛に成功するとともに、世界ミドル企王座再統一。1977年7月30日、ロドリゴ・バルデスとの再戦 25R 判定勝ちし14度目の防衛成功。 この試合を最後に王座を返上し引退。1978年、スサナ・ヒメネスと別れた。1979年、ウルグアイ人モデルのマリシア・ミュニズと出会い、別れと復縁を繰り返し最終的に結婚した。1988年、マリシア・ミュニズを殴り首を絞めて、意識を失わせた後に2階のバルコニーから突き落として、 殺害したとされている殺人の罪で、懲役11年の実刑判決を受け、サンタフェ刑務所に服役した。1995年1月8日、仮出所中に自らが運転する車で事故を起こして死亡した。52歳没。ありがとうございます。